ヤキマンカとは、ロシアのモスクワにある地名である。クレムリンの少し南側に位置し、中央区に属するラヨンである。モスクワ側の南岸に位置し、14世紀頃から入植が始まった。人口は約2.7万人。地名の由来は中世以前に起源を持つヨアキム、アンナ教会にちなむ。聖母、マリアの父、ヨアキムに由来するヤキムと母。 アンナの愛称アンカを組み合わせたロシア語の固有名詞である。焼きンカにはロシア正教の教会が多数ある。通りの名前として王ヤ焼きンカ通り、小ヤ焼きンカ通りがある。日本語では焼きンコと称されることがあるが、ロシア語転写方式から考えると誤りである。この地区はイギリス大使館もある一等地であるが、ソ連時代に在ソ連日本大使館の建て替えが必要になった際、 当時のソビエト社会主義共和国連邦政府から、この地区内の土地の提供を打診されたものの、女性機の俗称を早期させるためか、日本側から断ったという。聖ソフィア協会、カダシ協会もスクワ地下鉄の3路線が乗り入れている。シティパプヤレーションで、ハット AB 富士テレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本一講談社、2003年、西原理恵子、佐藤優。 鳥頭帝国右も左も大集合。変身長者2013年。ありがとうございます。